三井住友ビザ太平洋マスターズ、主役は松山英樹でした。3日目の18番第3打のアプローチ、スピン入ってますね。うわ、素晴らしい技術を見せました。バーディーチャンスです。テレビではですね、これ非常に難しいショットって言ってたと思うんですけど、はい、まあ、僕らに合わせるとそうでもない。さすがですね。通常の御殿場の、はい、要するにグリーンコンパクションだと、はい、ちょっと難しいアプローチなんですよ。ただ今回は雨が非常に多かったので、これ見ても分かるようにボールがもう最初からほらすぐポッと死んでるでしょ、はい、これこういうのを計算できればこのショットは決してそんな難しくない。しかもラインも左足下がりなんですけど、意外と順目の方向なので、クラブもそんなに抵抗がなく、ボールとのですねインパクトより抵抗がないので、これ見ててください、順目ですね。6打差のトップで出た最終日、2番15メートルのバーディートライ。松山の強さの秘密はパッティングの復活、これは大きいですね。一番大きなポイントは、はい、リズムが変わったってことですね。どういうことですか。やはりバックスイングからフォローするまでのスピードがデビュー当時と比べるとものすごく速くなってきてるんですよ。大きい振り幅で例えばゆっくり何でもそうですけど、物を叩こうとすれば難しい。やっぱり小刻みに叩くのが一番、釘でも何でも芯を食わす率っていうか高くなりますよね。要するにミート率が上がるってことですよ。だからフォロースルーでしっかりとボールをパッと打ててるので、ボールがラインに乗りやすくなったんではないかなっていう。あと一番大きな違いというのはアドレスでですね、昔はもうちょっと頭が浮いてたんですよ、はい、パターの頭がですねこうやって浮いてた。パターの頭が浮いてた、はいはい、これもほとんどフラットにね、はい、くっついてるじゃないですか。少し左の肘が前よりもリラックスしてる感じですね。それはありますよね、うん、左肘のリラックス感というのは今回は僕だいぶ改善できてるんじゃないかなと思うんですね。変えてきてる、この動きを少しずつ減らしてこの動きになってきてるんじゃないかなと。もともとピンパターっていうのはこういう動きをする、マレット型っていうのはだいたいこうフェースバランスっつってフェースがピタッと上向くんですよ、はい、こういうふうにやるんですね、はい、こういうふうに乗せるとこれフェースがまっすぐ上向くじゃないですか、はいはい、これフェースバランスって言うんですよ、はい、でピン型のパターっていうのは同じようにすると下がるんです、こうやって、ああどうかね、こっち側にピッと、はい、こういうふうに下がるんです、うんうん、このパターっていうのは意外とこういうふうに打つんですね、うん、マレット型っていうのは平行に上げて平行に出す、うん、でピンパター型っていうのはどちらかというと円軌道が少しこうやって入る、これが正しい打ち方、うん、まあそんな感じで打ってたものを少しこう地面にピタッとくっつけることによってまっすぐまっすぐ少し引くようにしてるんじゃないかなっていう気がするんですよ。それがまたボールにより一層スクエアにコンタクトできてるのかなっていうふうな感じがしますね。21アンダーで迎えた15番パー4のティーショット。うわー、これもすごいですね。ドライバーが安定したその理由とは、このバックスイングでトップのこの右手の角度がダウンスイングで全然変わらずにこうやって降りてくるんですね、はいはい、同じ距離で、うん、普通の選手だとちょっとこう肘が少し体に近づいてきたりとか、まあ、逆に言うとこうキャストって言って少し手がなんていうんですかね、こうほどけてしまう感じになるんですけど、はいはい、秀樹の松山の場合はこうバックスイング上げた角度がそのままダウンスイングにこう降りてこれるっていう、これはものすごく大きな、まあそのフェースコントロールが素晴らしいですよね。2位に8打差をつけ迎えた18番、池に落とした後の第4打。さあ戻してきました、どうだどうだ、池に入れ、ありがとうございましたって感じいや本当そうですよね、4日間僕の松山劇場に付き合ってくれてありがとうございましたみたいな感じですね。松山英樹完全優勝です。松山英樹選手が8000万円ちょうどっていう、多分いまだかつて見たことのない数字だと思うんですけど、2試合やって2勝で4000万4000万っていう、
彼は少しもう日本っていう基準を飛び越えちゃってますから、世界ランキング6位ですからね。そうですよね、うん、ちょっとこう我々も語らなくてもいいんじゃないかないやー、丸山さんゲストに誰か他の人連れてきて、いやいや語っていただきたいですよそれは、もうねタイガーウッズも暇だからタイガーウッズから喋ってもらった方がいいんじゃないですか。やっぱタイガーウッズが現れたことによって、そのタイガーイズムみたいなのが今の松山たちがちょうど受け継いでるんですよね、はい、でもうちょうどタイガーのスイングを全部コピーして生まれてきたのが彼たちで、うん、僕たちの時っていうのはパーシモンの時代が長かったので、はい、スイングというよりか個性なんですよ。どうやったら球がうまくコントロールできるかっていうその個性、うん、でクラブの多分進化も 2,3 種類しかやってないんですよね。まあ、多分ゴルフ始めた頃にはもう 300cc ぐらいのドライバーから始めてると思うんで、だからもう2段階ぐらいでしか動いてない、300、350、400ぐらいになってると思うんです、はい、僕らの時はもうパーシモンからメタルウッド、メタルウッドからチタンドライバー、うん、チタンドライバーで 230cc から 460cc まで動いてきてるんですよ、はいはいはい、だからほとんど自分のゴルフ人生クラブの進化、ゴルフ場の進化とともに歩いてきちゃってるんで、うん、目まぐるしく変わりすぎちゃったんですよね。だからパーシモンの時にものすごく活躍してた人がメタルで苦しんでる人がいっぱいいる、うん、例えば藤田、僕の同級生の藤田なんかはパーシモンの時やっぱ苦しんでるはずなんですよ、はいはい、やっぱりそれなりの成績出てないですから、うん、で20代を苦しんでドライバーがでかくなってきて一気に力を発揮した、うん、そういう例もあるわけですね。その中で言うなら最近の若者というのはドライバーの進化を知らない、例えばうちの息子もそうです、うん、16歳で進化も同じのしか使ってない、多分始めた頃から 400cc ですから、ね、だからもっとすごいのがこれから現れる可能性があるってことですよ。じゃあ我々はやはり道具に頼った方がいいってことですね。それはそうです絶対道具に頼った方がいいですよ。だって競技に出てなかったらリーガルもイリーガルも関係ないじゃないですか。まあまあそうですね、はい、僕がアマチュアで一般ゴルファーだったらめちゃくちゃイリーガルのドライバー使います、うん、それとやっぱアマチュアの人に最もいいのはボールをほんの一回りだけちっちゃくするんですよ。え、はい、そうするとめちゃくちゃ飛ぶすそんな多分売ってるんですか。いや売ってないですけど僕だったら開発しますねないから。え、ちっちゃい方飛ぶんですか。俺は飛ぶに決まって抵抗がないから風のボールの大きさって外周って決まってるんですよ。知ってますね。だからあのリングみたいなのがあって、うん、それにこう通っちゃいけないっていうのがあるんですけど、あれをスポッと通るぐらいの球だったらキャーこれオンエアできるんですかね。できます自信持ってできます大丈夫です。いや本当そういう風にゴルフを楽しんだ方が逆にいいんじゃないかなと僕は思うんですよね。なんでプロに寄せてるんですか。寄せる必要ないでしょ、クラブもボールもね。ボールがないから。いやだからメーカーの人作っていただけるアマチュア向けのね夢のあるドリームボールをぜひ開発して。話をちょっと戻しますけど、脱線したから日本人でもそうなれる可能性が少しは十分あると思います。おただそれを送り出したり作り出したりするのは非常に難しいですよね。なんでかっていうとやっぱりこうもうちょっとポピュラーではないゴルフが、はいはい、まあ、若い子たち目指したら例えば中西君の方向に行くサッカーとか野球とかっていうのがやっぱメインになってくる。そうするとゴルフってなんかこう小粒な選手しかいないでしょ。やっぱり大型をもうちょっと作りたいよね、できれば、うん、松山みたいな大きな選手を育てていけたらもしかしたら世界で通じる選手がいっぱい出てくる可能性がある。確かにフィジカルエリートって野球サッカーっていうものをね選択するパターンが多いですもんね、うん、やはり DNA が大事だと思うんで、うん、お父さんお母さんがやっぱりポテンシャルがある人の、うん、やっぱりお子さんはゴルフでも必ず僕はいけると思うんですよ、うんうんうん、だから世界的なプレーヤーを編み出すのにはもううちの息子だったら180超えるだろうぐらいなお父さんお母さんっていっぱいいると思うんですよね、はい、僕ね可能性あると思うんですよ本当に。ポンと背中を押せたら。え、丸山さんのお子さんはどれぐらいなんですか。ちっちゃいですよ。だって僕ですよ、僕の DNA、 DNA ですよ。チビ NA ぐらいしかない。It's springtime in the valley on Magnolia.
plane. It's the Augusta National and the Master of the game. Who... じゃあ我々はあのやはり道具に頼った方がいいってことですね。それはそうです絶対道具に頼った方がいいです。だって競技に出てなかったらリーガルもイリーガルも関係ないじゃないですか。まあまあそうですね、はい、僕がアマチュアで一般ゴルファーだったらめちゃくちゃイリーガルのドライバー使います、うん、それとやっぱアマチュアの人に最もいいのはボールをほんの一回りだけちっちゃくするんですよ。え、はい、そうするとめちゃくちゃ飛ぶすそんな多分売ってるんですか。いや売ってないですけど僕だったら開発しますねないから。え、ちっちゃい方飛ぶんですか。俺は飛ぶに決まって抵抗がないから風の。ボールの大きさって外周って決まってるんですよ。知ってますね。だからあのリングみたいなのがあって、うん、それにこう通っちゃいけないっていうのがあるんですけど、あれをスポッと通るぐらいの球だったらキャーこれオンエアできるんですかね。できます自信持ってできます大丈夫です。いや本当そういう風にゴルフを楽しんだ方が逆にいいんじゃないかなと僕は思うんですよね。なんでプロに寄せてるんですか。寄せる必要ないでしょ。クラブもボールもね。ボールがないから。いやだからメーカーの人作っていただけるアマチュア向けのね夢のあるドリームボールをぜひ開発して。あの話をちょっと戻しますけど、脱線したから日本人でもそうなれる可能性が少しは十分あると思います。おただそれを送り出したり作り出したりするのは非常に難しいですよね。なんでかっていうとやっぱりこうもうちょっとポピュラーではないゴルフが、はいはい、まあ若い子たち目指したら例えば中西君の方向に行くサッカーとか野球とかっていうのがやっぱメインになってくる。そうするとゴルフってなんかこう小粒な選手しかいないでしょ。やっぱり大型をもうちょっと作りたいよね、できれば、うん、松山みたいな大きな選手を育てていけたらもしかしたら世界で通じる選手がいっぱい出てくる可能性がある。確かにフィジカルエリートって野球サッカーっていうものをね選択するパターンが多いですもんね、うん、やはり DNA が大事だと思うんで、うん、お父さんお母さんがやっぱりポテンシャルがある人のやっぱりお子さんはゴルフでも必ず僕はいけると思うんですよ。だから世界的なプレーヤーを編み出すのにはもううちの息子だったら180超えるだろうぐらいなお父さんお母さんっていっぱいいると思うんですよね、はい、うん、僕ね可能性あると思うんですよ本当に。ポンと背中を押せたら。で丸山さんのお子さんちょっとどれぐらいなんですか。ちっちゃいですよ。だって僕ですよ僕の DNA ですよ。チビ NA ぐらいしかないはい、僕がアマチュアで一般ゴルファーだったらめちゃくちゃイリーガルのドライバー使います、うん、それとやっぱアマチュアの人に最もいいのはボールをほんの一回りだけちっちゃくするんですよ。え、はい、そうするとめちゃくちゃ飛ぶすそんな多分売ってるんですか。いや売ってないですけど僕だったら開発しますねないから。え、ちっちゃい方飛ぶんですか。俺は飛ぶに決まって抵抗がないから風の。ボールの大きさって外周って決まってるんですよ。知ってますね。だからあのリングみたいなのがあって、うん、それにこう通っちゃいけないっていうのがあるんですけど、あれをスポッと通るぐらいの球だったらキャーこれオンエアできるんですかね。できます自信持ってできます大丈夫です。いや本当そういう風にゴルフを楽しんだ方が逆にいいんじゃないかなと僕は思うんですよね。なんでプロに寄せてるんですか。寄せる必要ないでしょ。クラブもボールもね。ボールがないから。いやだからメーカーの人作っていただけるアマチュア向けのね夢のあるドリームボールをぜひ開発して。あの話をちょっと戻しますけど、脱線したから日本人でもそうなれる可能性が少しは十分あると思います。おただそれを送り出したり作り出したりするのは非常に難しいですよね。なんでかっていうとやっぱりこうもうちょっとポピュラーではないゴルフが、はいはい、まあ若い子たち目指したら例えば中西君の方向に行くサッカーとか野球とかっていうのがやっぱメインになってくる。そうするとゴルフってなんかこう小粒な選手しかいないでしょ。やっぱり大型をもうちょっと作りたいよね、できれば、うん、松山みたいな大きな選手を育てていけたらもしかしたら世界で通じる選手がいっぱい出てくる可能性がある。確かにフィジカルエリートって野球サッカーっていうものをね選択するパターンが多いですもんね、うん、
やはり DNA が大事だと思うんで、お父さんお母さんがやっぱりポテンシャルがある人のやっぱりお子さんはゴルフでも必ず僕はいけると思うんですよ。だから世界的なプレーヤーを編み出すのにはもううちの息子だったら180超えるだろうぐらいなお父さんお母さんっていっぱいいると思うんですよね、はい、うん、僕ね可能性あると思うんですよ本当に。ポンと背中を押せたら。え、丸山さんのお子さんはどれぐらいなんですか。ちっちゃいですよ。だって僕ですよ、僕の DNA、 僕の DNA ですよ。チビ NA ぐらいしかない。Well, it's springtime in the valley on Magnolia Lane. It's the Augusta National and the Master of the Game. Who... ドライバー、チタンドライバーで 230cc から 460cc まで動いてきてるんですよ。はいはいはい。だからほとんど自分のゴルフ人生、クラブの進化、ゴルフ場の進化とともに歩いてきちゃってるんで、うん、目まぐるしく変わりすぎちゃったんですよね。だからパーシモンの時にものすごく活躍してた人がメタルで苦しんでる人がいっぱいいる。うん、例えば藤田、僕の同級生の藤田なんかはパーシモンの時やっぱ苦しんでるはずなんですよ。やっぱりそれなりの成績出てないですから。うん、で20代を苦しんで。ドライバーがでかくなってきて一気に力を発揮したっていう、そういう例もあるわけですね。その中で言うなら最近の若者というのはドライバーの進化を知らない。例えばうちの息子もそうです。16歳で進化も同じのしか使ってない。多分始めた頃から 400cc ですから。だからもっとすごいのがこれから現れる可能性があるってことです。じゃあ我々はやはり道具に頼った方がいいってことですね。それはそうです絶対道具に頼った方がいいです。だって競技に出てなかったらリーガルもイリーガルも関係ないじゃないですか。まあまあそうですね、はい、僕がアマチュアで一般ゴルファーだったらめちゃくちゃイリーガルのドライバー使います、うん、それとやっぱアマチュアの人に最もいいのはボールをほんの一回りだけちっちゃくするんですよ。え、はい、そうするとめちゃくちゃ飛ぶす。そんな多分売ってるんですか。いや売ってないですけど僕だったら開発しますね。ないから。え、ちっちゃいこと飛ぶんですか。俺は飛ぶに決まって抵抗がないから風の。ボールの大きさって外周って決まってるんですよ。知ってますね。知ってます。だからあのリングみたいなのがあって、うん、それにこう通っちゃいけないっていうのがあるんですけど、あれをスポッと通るぐらいの球だったらキャーン。もうオンエアできるんですかね。できます。自信持ってできます。大丈夫です。いや本当そういう風にゴルフを楽しんだ方が逆にいいんじゃないかなと僕は思うんですよね。なんでプロに寄せてるんですか。寄せる必要ないでしょ。クラブもボールもね。ボールがないから。いやだからメーカーの人作っていただければ。アマチュア向けのね、夢のあるドリームボールをぜひ開発して。話をちょっと戻しますけど、脱線したから。日本人でもそうなれる可能性が少しは十分あると思います。おただそれを送り出したり作り出したりするのは非常に難しいですよね。なんでかっていうとやっぱりこうもうちょっとポピュラーではないゴルフが、はいはい、まあ、若い子たち目指したら例えば中西君の方向に行くサッカーとか野球とかっていうのがやっぱメインになってくる。そうするとゴルフってなんかこう小粒な選手しかいないでしょ。やっぱり大型をもうちょっと作りたいよね、できれば、うん、松山みたいな大きな選手を育てていけたらもしかしたら世界で通じる選手がいっぱい出てくる可能性がある。確かにフィジカルエリートって野球サッカーっていうものをね選択するパターンが多いですもんね、うん、やはり DNA が大事だと思うんで、うん、お父さんお母さんがやっぱりポテンシャルがある人のやっぱりお子さんはゴルフでも必ず僕はいけると思うんですよ。